皆さん、こんにちは。初耳ライフです。よろしく。今日はですね、リムワールド 1.4 やっていきたいと思います。リムワールドは2年ぐらいやってるんですけども、ロイヤリティは入れてなくてですね、イデオロギーとバイオテック、DLC で入れてます。今日はですね、少しチャレンジするために、設定をですね、着地場所をランダム、キャラクターも全員ランダムでやっていきたいと思います。はい、では早速やっていきます。シナリオは不時着で進めます。で、 AI ストーリーはランディの、血と砂煙ですね。で、コミットメントモードでやっていきます。はい、惑星ですけども、AC 土地はちょっと変えて、あとは変えずにですね、汚染だけちょっとあまりやったことないので、なしでやります。はい、場所はもうランダムでいきます。10回回します。5、6。7、8、9、10。はい、で、疾走はちょっと今回なしでいきまして、キャラも10回ランダムで回していきます。2人目いきます。1、3、4、5、6、7、8、9、10。で、3人目ですね。ちょっと2人目嫌なの見えましたけど、3人目いきまーす。はい、3人ともランダム10回でスタートします。ちょっと2人目なんか脳にアルツハイマーありましたね。ちょっとチェックしたいと思いますが。場所はまずですね。温帯森林ですね。温度は、一年中栽培できそうですね。場所は悪くないんじゃないでしょうか。ああ、でも、周りでトレードできそうな場所がないですね。ちょっと辺境ですね、これは。しかも下が山脈なので、どうできないですね。これは、引きこもりになりそうですね。まあ、はい、仕方ないので、始めたいと思いますが、入植地は、まずですかね。越えた土地はないですけど、近くに間筆線があり、左右に1個ずつですね。上にもあります。まあ、将来電力考えると間筆線あると便利なので、まあ、真ん中に鉄とコンポーネントありますね。コンポーネントは結構ありますね、全体的に。鉄も結構近くにありますね。あとは、あそこにスチールですね。あ、シルバーですね。で、プラスチールとかウランはなさげですね。ここは古代で。ないですね。まあ、スチールが結構あるのと、から、コンポーネントも結構あるんで、悪くはないんでしょう。悪くはないですね。はい。
では早速、プレイヤーじゃなくてキャラクター見ていきたいと思います。一人目ドラッグ中毒、フェアですね。で二人目は射撃格闘銃、で炎二つついてますね、射撃。で採掘も得意と。攻撃戦闘はいいですけど、確かそうなんですよね。アルツハイマー重度、これがどう出るかですね。ちょっと重度なんで、そうですね、初めてすぐ何か病気が出ると、イベントが起きると危ないかもしれません。はい。で3人目が明らかに熟成才能がいいですね。雑用ができないのはちょっと痛いですね。知力があるので研究しますね。で体はまあ問題ないレベルです。はいはい。まあ3人ともこんな感じですね。名前がパッピーさん、ポッピーさんですね。ポッピーさん。ポッピーさんはポッピーさんのままでいいですかね。呼びやすいので。ちょっと呼びにくい子だけ変えようかなとは思いますが。ポッピーさん。どうしようかな。まあいいですね。で、この人はリリスが名字なんですかね。なので、はい、イリスさんにしましょう。はい。では早速ですけど、まず荷物ですね。荷物を集めていきたいと思います。あと武器を装備していきます。パッピーさんが、格闘しかないので、ナイフ。で、ギータさんが、一番戦闘強い、アルツハイマーですけどね、戦闘強いので、ライフル持って装備を固めていきましょう。はい。で、リリスさんが、リボルバーですね。で、近くにある、シールとかを全部、許可を出しておきましょう。入居地ですが、まあ、この辺ですかね。で、荷物置き場を作って、住まいを適当な大きさで作ります。バローがいるんですけど、ちょっと怖いですね。反撃食らうといきなり全滅しちゃいそうなので、まあバローはしばらく放置しておきます。で、みんなのですね、仕事の割り振りをしていきたいと思いますが、こんな感じで。仕事してますね。で、猫さんにですね、スチール運んでもらおうと思います。動物を操れる、入れてますので、今回、家畜がですね、いろいろ仕事ができる状態になってます。ただ、猫さんは正直、持てる量少ないんですよね。本当は、犬系、良かったんです。
娯楽大事ですね。とりあえず、輪投げのピン立てておきます。あとベッドですね。あとテーブルがあればですね、その辺のちったら拾ってこようと思うんですけど、ないですね、テーブルは。あ、ありますね。ただちょっと遠い施設なんで、木で建てようと思います。はい、まあ、テーブルないとですね、食事するとき新生度が下がってしまいますので、新生ですね、新生が下がってしまいますので早めに建てたいと思います。建築できてしてるのはギータさんだけですかね。そうですね、はい、今ベッド作ってます。栽培が結構大事ですけど、今回栽培できるのは、リリスさんだけですね。はい、猫さん、もっともっと手で運んでください。リリースは何してんのかな、うろうろしている、やることがなさそうですね。今建築しちゃってるからやることがもう物運んだらないですね。B さんも結構まだまだ少年なんで、能力が低いですね。これはちょっと襲撃来たら生き残れるか心配ですが、あとですね、優先時間割ですね、朝と夜娯楽の時間入れておきたいと思います。で、やっぱあれですね。ジータさん、アルツハイマー。これが怖いですね。ジータさんが一番戦闘強いので、ジータさんが何かあると、かなり攻撃力、いえ、防衛力が落ちてしまいます。なんとかしたいなぁとは思いますけども、アルツハイマーのオスとやつって、確か、アイテムがありましたが、そんな序盤には手に入らないので、ちょっとしばらくはやっぱり辛抱ですね。一応ですね、あ、木が不足してるので木を栽培していきてます。あと、このまま行くと部屋が暗くなっちゃうので、トーチランプを作っておきましょう。はい。リリスさんは木を切ってます。はい。どんどん切ってくださーい。早くしないと間に合いませんよ。もう13時ですからね。どんどん木を切って家を建てていきましょう。リリスさん頑張ってください。栽培スキルが弱いんで、ちょっと木を切るのも時間かかっちゃってるんですよね。まあ今回は、キャラクター全部ランダム
したので、まあこれは仕方ありません、運次第というところだったんで。まあ、ただですね、まあ、攻撃戦闘能力ある人が一人でもいたので良かったです。まあ、そこがちょっとないと本当にすぐ全滅する恐れがあったんで。2つ目のいつもそろそろ完了ですね。はい。で、左側の壁を作ったら、はい、やっと部屋が完了しました。屋根の下で寝れます。よかったです。はい、まあ、初日としてはなかなか順調に進んでいるのではないでしょう。木をもっとですね、取っておきましょう。木を使う、製造物いっぱいありますからね。はい、切った段もですね、木を切りましょう。そしてそしたらですね、まあ、あとは寝るだけ、今日は寝るだけですけども、猫ちゃんの寝場所も低すぎましょうか。もう寝ちゃいましたけど。はい、ポッキーさん寝ましたね。リッタさんは偉いですね。まだ働いてまーす。リッタさんも、あ、そろそろ。おやすみなさーい。リッタさん、これで最後ですね。この木を切ったら寝ると思います。はい、おやすみなさい。初日無事家ができたので、とりあえず朝までスピード上げて、明日すること考えたいと思いますが、掃除機やですね、ちょっとね、元で掃除リアルを選択できるのと入れてますので、屋根付きの建築物の下を優先してました。さあ、一番最初にイリスさんが起きました。はい、みんな起きましたね。ではですね、研究ですね、研究重要です。研究を行うための研究卓、あとストーンカッターですね。これを綴っていきましょう。まあ、とりあえず今は、まあ、木でですね、建物作ってますけど、やっぱり耐久力が低いのと、まあ、価値があるとですね、燃えてしまうので、石の建築にしたいと思います。しかもうちにはですね、フォーカマーというポッピーさんがいますのでね、いつ家を燃やされるか、ヒヤヒヤもんですけども、全部燃えてしまわないように石の家を作りたいと思います。はい、研究椅子の前に研究卓作ってほしかったけど、次に予約してきます。あ、なんかみんな暇してますね。そっか、建物できちゃって木を取ったんで暇してるんですね。で、暇しないようにですね、ちょっともっと木を切りましょう。どんどん切ってください。木はいくらあっても大丈夫ですよ。はい、研究卓ができたら早速研究やっていきたいと思います。椅子が結構時間かかりますね。で、そうですね、ポピーさん暇なので石を切っといてもらいましょう。石600個ぐらいですね、作ってもらいましょう。さて、ピータさんが研究卓ついに
取り掛かりました。夢中ですね。始めてますね。石ができたらですね、建物の石に変えつつですね、あと囚人が来た時、囚人を捕らえた時のためのですね、部屋も作っておこうかなと思います。研究はですね、もう少しでできますが、ギータさんがですねアルツハイマーなので、アルツハイマー治せるのがなかったかな。生体再生これ治せるんですかね。両方ともな、病気を治療しますということなので、ちょっとこの生体再生目指していきたいと思いますが、まだまだ時間かかりそうですね。いずれにしてもちょっとギータさん心配です。じゃあ、今日はですね、今回はこれくらいにして、また次回、進めていきたいと思います。ありがとうございます。